皆さん、こんにちは。現在、ジャニーズ事務所創業者、ジャニー、北川さんによる性加害のニュースが、ネットを騒がせていますが、大手テレビ局などがなぜか報じないところに、芸能界の闇を感じた方も多いのではないでしょうか。これほど芸能界が揃って口をつぐんでいるスキャンダルなだけに、もっとたくさん被害者がいるのではと、心配される方も多いと思います。スノーマンメンバーがジャニー、北川さんから被害を受けたかどうかについては、2023年5月現在明らかにはされていません。2023年5月14日に藤島ジュリー景子社長から謝罪動画が公開され、過去にはジャニー、北川さんの不祥事を報道しなかったマスコミもついに報道を開始した感じはあるものの、厳しく追及するというムードにはなっていませんね。むしろ藤島ジュリー景子社長も説明していた通り、今回の問題を追及していくと、現役のジャニーズタレントが改めて被害を被ることにもなりかねないため、加害者であるジャニー、北川さんがすでに亡くなっていることからも、ジャニーズ事務所としてはこれ以上動けないのではと思います。そしてそれを忖度したマスコミも、厳しい追及はしないと見られています。そんな中で、今やジャニーズアイドルグループの中でトップクラスの人気を誇るスノーマン、もともと6人グループだったところに3人が加わってとジュニア時代に紆余曲折あって今があるというストーリーに惹かれるファンも多いですが、このスノーマンメンバーもジャニー北川さんといろいろなエピソードがあるようです。ここからはスノーマンメンバーとジャニー北川さんとのエピソードをまとめていきます。まずは目黒蓮さんです。2023年3月10日に放送された A スタジオ TBSK にスノーマンの目黒蓮さんがゲスト出演し、ジャニーズジュニア時代の苦労話や交友関係を語った時のこと。目黒蓮さんはプライベートでも親交が深いというストーンズジェシーさんとの思い出も振り返り、一緒にジャニーさんの家に遊びに行っていたことが、ジェシーと仲良くなるきっかけだったことを、番組内で語っています。この放送は、ジャニーズ事務所所属タレントに対する、性的虐待を英国営放送 BBC に告発されてばかりのタイミングであり、かつそのドキュメンタリー番組に登場したジュニアメンバーからは、ジャニー、北川さんの自宅マンションが、合宿所と呼ばれ、その中で被害に遭っていたことが語られていたため、視聴者がざわつきました。では次は、向井康二さんについてです。過去にスノーマンの向井康二さんが、バラエティ番組などで小学生の時に、ジャニー、北川さんから1万円もらって、それをお守りにしているエピソードを明かしています。さらには、メンタルが弱い向井康二さんは、ジャニー、北川さんからもらった1万円札をお守りとして身につけているようで、2021年12月2日放送のダウンタウンデラックスでは、ライブの初日や番組に出演する時も緊張して指が震えそうな時にジャニー北川さんからもらった1万円札をお守りとして持ち歩いているエピソードを語りました。今回のジャニー北川さんの性加害事件は、元ジュニアの岡本カウアンさんが公表したことで、これほど知られることとなりましたが、カウアンさんによると、中学卒業を控えた頃、他のジュニアメンバーたちと、ジャニー氏の自宅に泊まった際に被害に遭い、ジャニー、北川さんから何事もなかったかのように、小さく折りたたまれた1万円札を渡されたとのこと。この1万円という共通ワードに反応する人が、ネット上で多くいました。また、向井康二さんは2020年11月29日の林先生の初耳学にて、中学生の時にジャニー、北川さんとハワイ旅行に行ったエピソードが明かされました。まだ中学生の向井康二さんとハワイで、しかも夜にドライブとは考えてしまいますね。また向井康二さんは YouTube にて、このように発言。昔はね、そんなオスってくらい押されてましたからね。もうええって。ってくらい、向井康二さん自身が
驚くほどジャニーズ事務所から推されていたことがよくわかるエピソードです。では次は渡辺翔太さんです。渡辺翔太さんはジャニー北川さんから優は着物が似合うと褒められたことがあるそう。スノーマンの新曲タペストリーの MV で渡辺翔太さんの着物姿がありそれに合わせたコメントでしたがほのぼのとしたエピソードです。以上がスノーマンのメンバーたちのジャニーさんとのエピソードですがあまり印象的なエピソードはなかったように思えますね。特に現在大人気となっているラウールさんのエピソードがないのが驚きました。2003年生まれととても若いラウールさんですのでジャニーさんとは面識があまりなかったのかと思われますが2015年にはジャニーズ事務所に所属していますし子供の頃からとても可愛い顔をしています。そんなラウールさんをジャニーさんが放っておくとは思えませんね。そこで噂の一つとして挙がっていたのが2022年にジャニーズ事務所を退所した滝沢秀明さんがラウールさんをはじめとしたスノーマンのメンバーをジャニーさんから守っていたのではという噂です。スノーマンといえば滝沢さんがデビューまで育て上げたグループとして知られています。ジャニーさんの性加害を知っていた滝沢さんは自分の手が届く範囲だけでも守ろうとしたからこそスノーマンのメンバーたちはジャニーさんからの性加害を受けずに済んだのではと言われています。今や実力人気ともにトップクラスのアイドルへと成長したスノーマンですがジャニーズジュニア時代は長らくデビューできないと言われ続けていたといいます。当時から活動しているメンバーは滝沢ソロ、タッキー&翼、滝沢歌舞伎と滝沢さんのステージでも多くのバックを務め技術力や舞台に臨む姿勢を叩き込まれたものの自らをアピールすることがあまり得意ではなかったそうです。そんな控えめなメンバーたちの魅力を引き出してきたのが滝沢さんだったように思いますね。そんな滝沢さんは2010年自身のプロデュースでネット上でジャニーズジュニアの出演動画を楽しめる有料会員制のサービス滝チャンネルを開設。事務所全体でネットにおける規制が厳しかった当時において画期的な取り組みをスタートさせた立役者でもありました。滝チャンネルにはデビュー前のキスマイフット2や ABCG に混ざりスノーマンのオリジナルメンバーである岩本照さん、深澤辰也さん、渡辺翔太さん、阿部亮平さん、宮舘涼太さん、佐久間大介さんの成長の記録が刻まれていました。真面目に活動に向き合っているからこそ生じてしまうメンバー間のわだかまりを話し合いで解決する姿などオフステージの彼らの様子もファンに披露。また滝沢さんが彼らにドッキリを仕掛けたり無茶振りをしたりあらゆる角度からスノーマンのメンバーの人柄や愛らしさを引き出していたのです。そしてスノーマンは YouTube コンテンツやドキュメンタリーを通してジャニーズグループの裏側を知る機会が多くある。現在の流れを先取りしてそういった素の姿またそれに近しい姿を見せること、アドリブに対応することへの適性や体制が自然と磨かれてきました。だからこそその後に立ち上げられたジャニーズジュニアの動画コンテンツアイランドテレビや YouTube チャンネルにおいてもグループの魅力を余すことなく伝えることができたのではないでしょうか。特に現在パリコレに参加するなど世界的な活躍を見せているラウールさんは最近では常に脱退説や退所説が噂されています。今後世界進出を見据えているならば現在のジャニーズ事務所には見切りをつけて海外の事務所に入るか滝沢さんの新事務所に入るかする可能性がありえないとは言えなくなっています。今後もジャニーズ事務所の動向から目が離せませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。